階から3階まであるみたいですね。大根の漬物とキムチ、はい、見てください、この量尋常じゃない。あんちゃんとサイズを確認します。それ辛キャプチェみたいな、ピリ辛のすき焼きみたいな。美味しい。なんかこんな感じで、アンドンチムタ行ってきました。まあね、あのね、チムタック結構辛い、辛いのめっちゃ好きなんだけど、それでも辛い感じ。あと量がね尋常じゃなく多いんで、今日みたいにあのランチセットを頼んだ方がいいですね。安いんで、夜はねあの3万8000ウォンなんですけど、ご飯ついで2万8000ウォンなんで、はい、行く時はね気をつけていただければなと思います。美味しかった。